さあというわけで今回はカーボディプリート動画の完結編でございます。よいしょ。はい、こちらはですね、カーボディプリート前編中編と続きまして今回で完結編となっております。いやもう素晴らしいですね、カーボディプリートに関する教科書ができたんじゃないかなと思っております。大会にですね参加する大会にですね参加する予定の方はもうぜひ見てください。カーボディプリートって一体どうなんだろうと、必要なのかそれとも必要じゃないのか、やったらどうなるのか、大会に出る方はねぜひ見たいと思うんですよ。めちゃくちゃ面白いことになってます。でまあダイエットにちょっと興味があるぐらいだなとか、ボディービル大会とかフィジーク大会とか見たことないなという方でもこんなことをして、まあ、ボディービルの大会につながっているのかっていうのを参考に見ていただけたらと思います。いやーちょっと僕自分でもびっくりしました。体の仕組みって面白いなと思いましたね。このカーボをカロリー低めに抑えてそこから一気に食べ出したらどうなるかっていうことなんですよ。前回の中編はですねギリギリなんと計量をクリアしまして、そっから食べ出すぞと、そっからカーブ入れ出すぞというところだったんですけども、まあ面白いことになっております。そしてこちらの動画の後に、まあ、大会当日までなんですけども、それからあのボディービルのね動画につながっていくと。だから皆さんもねぜひちょっとまとめて前編中編とこの完結編見て、そしてまだ見てない方はボディービル大会の映像を見ていただけたらなと思っております。さあこれも早速いっちゃいましょう。それではカーボディプリート完結編まで、あスタート。なんと 74.3 やりました。まずは水です。喉乾いてた。ああ、美味しい。よっしゃ。よし、でもこれまで油断っていうわけじゃないです。でもちょっとだけやっぱりね、明日向けてエネルギーが必ずいりますから、いろんなもの買ってます。さっきいろいろ買いました。しかも大事件があったんですけど、その模様をまずちょっとね、大事件があったんで、その模様をちょっと見てください。ちょっとこれで、パン買っちゃいます。見てこれ。この辺全部買いますから。そうでしょうか。これでもね、いざ買っていいってなったらめっちゃ迷う。どうしよう。カスタード、カスタード。カスタードは？カスタード。カスタードなんだ。カスタード。やべ、カスタード。カスタードないのでちょっとパニックになってしまう。ちょっとマジでカスタードな。カスタード手にするまであと何も考えられない。マジクリームパンない。マジクリームパンがない。どこマジクリームパンない。あれクリームパンマジないんじゃない。クリームパンはい、クリームパン事件、これ大問題です。しかしそれ以外にもいろいろ買ってます。まずはこちらです。ドン、おにぎり。ドン、おはぎ。さあ、そしてクリームパン事件がありましたけれども、パン2個買ってます。これ食べていいんですよ。もう今までもう目の前にあっても食べちゃダメだったんですよ。めちゃくちゃうまそうでしょ。出ました、ひじきのおにぎり。もう最高ですね。本当にカーブアップの時以来ですからね。安心して食べるのも嬉しいや。本当はねもう昨日ぐらいから徐々にカーブ入れたかったんですけど、体重がギリギリだったんで食べれなかった。うまい。本当はもうおはぎとかからバシッといきたいんですけど、砂糖が多いんで GI 値が高いんでこっちからいきます。まあご飯も GI 値高いんですけど、一応まあ複合炭水化物ということでね。炊き込みご飯系おにぎり。食
醤油の香りすごい。あ、久しぶりに詰まってる喉に。子供の時めっちゃお腹減ってバリバリに食べてそのまま飲み込んで、あのよくありましたけど、大人になって久しぶり。あ、うまい。もう二度とこういう日が来ないと思ってた。それぐらいなんか精神的に追い込まれてました。鮭のおにぎりいきます。久しぶり。いや本当にね、お腹減った時にやっぱりね、おにぎりなんすよ。うまい。さあ来ました、おはぎ。来た。見てください、これ重いよ。ずっしりしてます。うわ、いただきます。やっばい、うまい。見てこのあんこの分厚さ。うわ、山のようにあんこ乗ってます。あれ、なんか赤ちゃん泣いてますね。おそらくお腹減ってるんでしょうね。おい、ここにおはぎあるよ。でもこれあげれないんだよ。ね、筋肉にあげないといけないんだよ、これ。ねえ、かわいそう、赤ちゃんだよ。お腹減った。ねえ。ごめんな、これはあげれないのよ。筋肉にあげたいな、これ。カーブアップのために、ここから。筋肉も泣いてます。欲しい欲しいと。今までありがとうございます。今から食べますんで。いただきます。ちょっと前なら、あ、もうこんなになくなっちゃった。ってね、言ってたんすよ。今平気。いや。なぜなら、また食べればいいじゃないか。いや。はい。また食べればいいんです。もちろんね、油断はしてはいけません。これは一瞬だけね、ちょっともうカーブアップのための本当食べてますので、試合は明日です。明日のために全てやってきてますんで。でも僕は本当はもう普通昨日とかそのちょっと前ぐらいから炭水化物ちょっとずつ入れたかったんですけれども、多少は入れたんですけども、体重がねギリギリだったんで、今日はね本当にもうほぼ食べてないんですよ。だからちょっと急いで食べてます。うん、おはぎ2個いただきました。ごちそうさまでした。おにぎり3つとおはぎ2つ食べました。さらにね、こちらパンあるんですけれども、これまで後ほど食べたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。なんかもう安心しまくりでございます。もうなんていうんですか、もうめちゃくちゃなんか嬉しい。もちろん食べるのはこれでしょう。ドン、ご飯。はい、いただきます。はい、出た、奈良漬け。うまい。深い、深いとこに刺さる。奈良漬けの香りが深いとこに刺さる。奈良漬け、奥まで来る。旨味と香りが奥まで来る。奈良漬け、イエーイ。やっぱりご飯、これに限る。うまい。ただそれだけ。見てください、もういっぱいいっちゃいましたよ。もう怖がる必要ありません。明日から体重どうなるんだろう、これ本当に食べていいんだろうか、一切考えることないです。あとはもう食べて、とにかくエネルギーを体に入れまくる。もういっぱいいきます。ズドン。これも炊きたてですからね、光り輝いてるでしょう。見てください、この黒と白の対比、黒光りと白光り。今黒と白が合わさる。僕たちは合わさる。この白がこの黒に入っていく。やあ、
いやもう本当ね、これ食べてるだけで汗がボンボン出てきます。こんな日が来るとは、もうなんかこういうのが二度と来ないんじゃないかってずっと思ってました。やっぱりね、24時間これ食べていいのかな、これ食べたらどうなるのかな、この1ヶ月間ずっと考えてきました。奈良漬け、いただきました。ごちそうさまでした。おはようございます。さあ、ただいまの時刻はこちらです。今日とうとう東京オープンボディビル選手権大会の当日を迎えました。カーボディプリートをずっとやっておりまして、計量後から炭水化物を入れ出しましたけれども、とんでもないことになっております。びっくりしました。まずは今朝測った体重を見てください。こちらね、5月の4日で、ここ5時20分、これが朝ですね。昨日夜はね、VTR でも出しましたね、 75.05 でした。朝5時20分 74.40。 これすごいんですよ。昨日あんだけ炭水化物を取ったのに、これねバクバクに下がってるんですよ。こう今までのグラフ見てもらったら分かるんですけど、こうずっとやっぱ変わらなかったんですね。ずっとこう変わらずに、ここからカーボディプリートですね、28ぐらいからやって、で29一番厳しくて、30の時に1回ねガバーンと落ちたんですよ。この時は水分がすごい抜けたなっていう感じだったんですけど、そっからまたね厳しかったんですけど変わらなかった。で昨日あんだけ炭水化物食べたのに 74.40 までいったんですよ。これがカーボディプリートですよね。あんだけ食べたのに体重は減ってます。しかしここで一番大切なのは、体重は減ったが体の質感、張りとかどうなったかチェックしたいと思います。いきますよ。よいしょー、こんな感じでございます。見てください、これ見えますか、この絞れ具合。こんなことないですよ。これバリッバリにカット入ってるでしょ、見えますか、肩から胸から。これ腹筋ですよ。これ朝今6時15分ですよ。ノーパンプですよ、もちろん。まず1個1個じゃ、マスキーだから。これ腹筋もえぐいですけど、全部に入ってるでしょ、血管出てるでしょ。さあ、そしてサイドチェスト、見てください、ビシッといってます。ラットスプレッド、はあ、そしてこれが三頭筋ですね。皮一枚、そして足はね、見えますか、これ方向筋、僕こんな過去最高に出てますよ。こうビッシー入ってるでしょ、国道みたいにまっすぐビッシーいってるでしょ。これ足もだからとんでもないことになってます。大成功です、やりました。いやー、今回のカーボディプリートは厳しかったです。本当に24時間ずっとエネルギー不足、体きつかったです。でも筋量は落とさずに、体重は減って、質感がとんでもなく良くなって、血管浮き出て大成功です。やりましたね。こういう経験が本当に一個一個が大切なんですよ。今回のカーボディプリートは成功と言ってもいいんじゃないのか。いや絶対いいでしょ。よし、カーボディプリート成功しました。ボディビルという競技はですね、準備までがもう8割9割が勝負だと言われてます。今回できる限りの準備は僕は行ってきました。この動画が出てる時にはもう大会結果は出てると思うんですけれども、どんな準備をしてねここまで来たかというのも見てもらえたんじゃないかなと思います。さあ、あとはね、こっからね、まだまだね、炭水化物取って、普段の栄養も取って、大会本番のねステージに立った時にどういうパフォーマンスができるかというのも動画上げたいと思いますので、ぜひご覧ください。さあ、最後はいつものこれで締めませんか。いきますよ、せーの、パワー。